ああ、せめてこんばんはと言おうぜ。あのもうレパートリーがない。わかるよ。だから俺今日は普通に助けようと思って皆さんこんばんはって言ったのにうわーって言われたらもうさ、ごめんなさい。まあいいや。気をつけよう。こんばんは、バンジー金曜日担当、うん、パイナップリンです。はい、私が斉藤です。よろしくお願いします。はい、僕が、アイルトン正則だ。シルバーです。よろしくお願いします。今日はブラジルの血がだいぶ入ってますから。今日はね、ええ、毎回毎回入る血が違う、ね。いやもうすごいですよ今日は。ワンパクですよ。ワンパク、うん。ブラジルイコールワンパクのイメージですよ。ワンパクだからあんなサンバ踊んなよ。うん、まあブラジル人の名前言った割にはブラジルの知識が浅かった。まあでもね、うん、金曜バンジー。はいはい。ちょっと頑張っていきたい。なんかちょっと前にですね、うん、なんか僕知らなかったんだけど、バンジーって、バンジーだけじゃないか、うん、このワロップ放送局自体で、なんかこう、ランキングみたいなのって出てるんですか、ね、出てるよ。したらなんか、バンジー、僕らのやってる金曜バンジー、そこそこ上位だったって話聞いたんですよ。9位とか10位とかにいたんだけど、はいはい、今日見たら、うん、ランク外に。マジですか、うん、すごいですね。だから今日もう一回取り返そうよ。今日取り返す日？取り返す日。もうバブル弾けたんじゃない？大丈夫？パイナップリンバブル弾けた後じゃない？まあでもその原因として一つ僕ちょっと感じてるのは、うん、前回の日曜日やった生放送で、うん、俺嫌われたんじゃないかなっていう、ね、ちょっといろいろありすぎたからね。だいぶね、おさくん、自分を暴露するっていうことはね、はいはいはい、この前取材、このバロップの、ね、うん、取材も受けたとき言ってたんですけど、はいはい、もうなんか、これ以上ない暴露でしたからね。うん、もうない、本当にもうないよ。うん、お客さんが引くやつじゃなくて、うん、絶句するやつ。絶句するやつでしょ、うん、だって一番前の席にいた、うん、ちょっとご年配の女性の方がいたんだけども、うんうんうん、なんか声出てなかったけど、そう、あーっていう顔してた。口ずっと開けてた。もうどうしていいか分かんないな。多分ね、あまりにも生放送で、うん、かなり過激なこと。過激なこと。でも今日もですね、ええ、取り返すためには、そうですよ。過激に攻めなきゃいけない。過激に攻めないといけない。僕ら取材でも言ってました。うん、もう僕らフリーの芸人ですから、うんうん、もう全くもう失うものはないと。そうですよ。攻めて攻めて、攻め続けようと。うん、もうヤンキースの松井、ヤンキースじゃないかも、松井はどっからあれだ、うん、戦力が受けたんだ、松井レイズだっけ、レイズだ、あ、もう受けたの、受けた受けた、だからもうこれパイナップルに入れればいいんじゃないかな、うん、いやいやでも、うん、入れたところで、うん、はいってしか言わないよ。まあでもテレビには絶対出れると思う。なるほど。ということで、はい、今日は取り返しに行きます。よろしくお願いします。